こんにちは、エフランクビルメンの浜です。皆さんはね、もう知っていると思いますが、2日ぐらい前にこう富士山の山頂でニコ生の生放送中に滑落した方がいました。その生放送で滑落の瞬間を見ていた視聴者の方が警察に連絡してくれたみたいで、山岳救助隊が捜索をしていました。それでね、さっきニュースで知ったんですが、その滑落した人と思われる遺体が発見されたそうです。まだね、滑落した人と思われるというだけで断定はできてないみたいですね。その滑落した時の動画がネットにね、上がっているので、私も見ました。アイゼンつけず、ピッケルも持たないで、もうカチンコチンにこう凍ってるね、雪の上を歩いてましたね。まるで昔の俺かよって思いました。私もね、昔は雪山を甘く見ていました。冬の山なんて登るの簡単だよって思っていた時期がありました。それはね、滑落の怖さを知らなかったから甘く見ていたんです。滑落するから危ないよって口で言われるよりも、自分で滑落を経験することが一番の勉強になると思います。私は滑落を2回経験しました。滑落の怖さを身をもって体験しています。今年のね、6月に西穂奥穂縦走した時に、穂高岳山荘からザイデングラウトを下山している時に2回滑落しました。もうちょっとバランスを崩して倒れた時に、アイゼンが雪から離れるともう簡単に滑り落ちていきます。1回目にこけた時は5メートルぐらい滑落して止まりました。2回目にこけた時は100メートルぐらい滑落して止まりました。まあ、その時はね、死ぬかと思いましたね。まあ、幸い雪がたくさん積もっていて、岩がこうゴツゴツしていなくて、まあ、綺麗に滑り落ちていきました。100メートルぐらい滑落したら雪のない場所があって、そこには砂利と比較的平らな岩があって、その砂利と平らな岩に体が擦れて止まって助かりました。まあ、身をもってね、滑落の恐怖を体験しました。それ以来、雪山を甘く見てはいけないなという考えになりました。雪山のね、事故が多いけど、やっぱりそれは雪山の怖さを知らない人が多いからだと思います。まあ、怖さを知れば甘い考えで雪山には登らないと思います。怖さを知ることが大事だと思います。私はね、YouTube で滑落事故や遭難事故の動画をまあ、たまにね、見ています。まあ、事故の動画を見ることも、怖さを知る大事な勉強だと思います。これからね、雪山のシーズンですから、登山をされる方は気をつけて、山に登っていただきたいと思います。私もね、雪山には気をつけて、登ります。ではまた。